最後にオブジェクトの簡単な編集機能について紹介します。 AutoCAD には多くの編集コマンドがあり、移動や回転、ストレッチなどいろいろなオブジェクト編集が行えます。しかしちょっとした編集を直感的に手早く行いたい時があります。グリップ編集によってオブジェクトへの簡単な編集を手早く行えます。コマンドを実行せずにオブジェクトを選択すると、オブジェクトには青い点が表示されます。これがグリップです。グリップの表示を解除するにはキーボードのエスケープキーを押します。グリップをクリックして選択すると、グリップモードに入ります。グリップモードの切り替えは右クリックのメニューから選ぶのが簡単です。ストレッチ、移動、回転、尺度変更、鏡像の5つのモードがあります。またコマンドを使って編集するのと同じように、コピー、起点、参照といったオプションも用意されています。例えば移動モードに切り替えてコピーオプションを使用すると、オブジェクトを複写することができます。先ほどの階段の矢印を配置した箇所をグリップで整えてみましょう。斜めの線分を選択してグリップを表示します。端点のグリップを選択するとストレッチモードになります。グリップ編集では最初は必ずストレッチモードから始まります。そのまま線分を伸ばします。定常オブジェクトスナップで矢印の端点の位置にストレッチします。もう一方の側も修正しましょう。修正が終わったらエスケープキーを押してグリップを解除します。グリップ編集は寸法図形や文字の位置を調整するときには特に有用です。ぜひ使ってみてください。最後に今日習得した機能について復習をしましょう。ハッチングをかける際に使用する境界の線を作成します。現在の画像を家具に変更します。玄関周り敷石、上がりかまち、キッチン、洗面台の境界を画面に表示されている寸法で作図します。
今回のハンズオンではだいぶ作図操作を行いました。オートキャドでの作図のポイントをおさらいしておきましょう。オブジェクトスナップやトラッキングなどの作図補助機能を上手に使えるようになりましょう。これらの機能をうまく使いこなすことが手早く正確な作図を行うためには必要です。オブジェクトを編集する際は窓選択や交差選択などをうまく使って的確に対象となる図形を選べるようにしましょう。そしてオブジェクトのプロパティを編集するにはプロパティパレットを使用します。画素を変更する場合には画素コントロールを使うこともできます。もし画素などのプロパティや図形のサイズなどを間違えてしまった場合は削除して書き直すのではなく、これらのツールを利用して編集するようにしましょう。少ない図形を手早く簡単に編集するにはグリップ編集が有効です。大掛かりな編集とちょっとした修正とでコマンド操作とグリップ編集をうまく使い分けしましょう。今回のハンズオンで行う操作はここまでです。クイックアクセスツールバーの上書き保存をクリックして作成した図面を保存します。次回はダイナミックブロックの作成配置を行います。今回の続きから始めますので、データをきちんと保存しておいてください。